そうですね、この大会第6試合トーナメント1回戦30分一本勝負を行います。赤コーナー173cm 90kg リンスジャパン成瀬正幸。青コーナー190cm 107kg リンスロシアボルトゥハーン。さあトーナメントの1回戦としましてはこれが最後の試合ということになります。今日の第6試合ボルクハンと成瀬正幸、何かやってくれそうな成瀬正幸、あるいはこのハンのマジックがいつものように花開きますか。はい、さあゴンが鳴りました、まあ、さっきあの秘策という話をしてましたけども、ええ、今日はですねあのハンには付き合わない、徹底して付き合わないって言ってましたね。言ってましたね、はい、あのハンの試合がですね、ええ、面白くなるのはそれは相手がハンのペースに巻き込まれてしまうからと、うんね、だったら俺は巻き込まれない、だから試合はつまらなくなるかもしれないって言ってましたね、ええ、それは確かに言っていました。今日の試合はつまらないですよと言っていました。自分が勝つからですと。いやハンも早いです。ハンのことは随分研究したと言っています成瀬正幸。これが2度目の対戦、前回は93年の10月福岡で当たりました。腕試技逆十字固めで8分08秒敗れています成瀬正幸。それもトーナメントの1回戦だったんですよね。そうですね、はい、おーっときた、これ危ないぞ、危ない、抜けた抜けた。今日はいけると思いますと成瀬こう言っていました。ハンを例えるのに、まあ、非常にうまい表現なんですが、その相手はあの自分の周りにいっぱい罠を仕掛けていると、はい、まるで蜘蛛のように、その自分が蝶々で相手の蜘蛛の巣に引っかかってはもうダメなんだ、踊らされて楽しい試合で終わってしまうんだと、はい、それには絶対かかりませんよと言っています。自分では蝶にはならない、蜂になると言ってます、はい、蜂のように刺すね。もうとにかくハントの試合は主導権の取り合いですと、主導権を取った方が絶対にいい展開に持っていくことができるんだと。そうですね、まあ、ハンを主導権に握るのうまいですからね。うまいですよね、絶対的にその試合をセービングしてるのは、ハンというイメージありますからね。ハンはおーとこんな体勢から相手を後ろにいるんですけど、後ろの相手をこう決めてますよ。背中の相手をこんな決め方あるんでしょうか。からも怖いですね、どちらかというと、うん、バコ取った、これは成瀬にもっけなさいわよと。早いですね、しかももう足も決めてます。エスケープボルクハンは今日あのドレッシングルームに入る前にですね、この愛知県体育館まだ誰でもいないところ2階席にポツンと1人座りまして、はい、心理学の本読んでましたよ。で心理学の本読んでて、その周りの人に聞きますと、自分の気に入ったこのコメント、あるいはなんとジャストリート、いいタイミング、いいタイミング、空手の土じゃないですか、土手っ腹に入りました。いや今のはバズーカ王一発、いいタイミングでしたね今ね。そうですね、あの昔やってたの空手のタイミングですよね。ジャストいいタイミング、ここというもうこれ以上のないところをタイミングバッチリで入りました、まあ、の立ち技では絶対に自分が主導権にいるって言ってますからね、はいはい、スタンディングでアンバー、おお自分が回転した、こんなの初めてです。いろいろ返し技見たことありますが、自分がひっくり返ったのを初めて見た、はい引く、バックを取られました、バックを取られた、投げだ、腕を決められて投げました、あーっとあった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 、あーっとこらえます、アキレス腱ホールド、非常にシンプルなアキレス腱固めですが、逃げることができるか、逃げたい逃げたい逃げたい、ちょっとずれている、切り返しますね、クロスヒールホールドか、なさ逆のロープを狙いました。いやいやいや、ダウンを奪ったのから始めて、なんといういい展開になりつつあります。何かあの意表の付き合いという感じしますね、はい、しかし成瀬正幸が試合前に語っていたのは、このいい展開、こういう展開はハンの大体展開なんですよと言ってますよね、はい、今まではどう見ますか。ダウンは奪いましたけども成瀬、まだやはりハンのペースじゃないかと思いますね、おーっとこれは見せ技か、かかと落とし、まあ、知らず知らずにそのペースで引き込まれてしまうというのがハンの強みですからね。そうですよね、
主導権をなんとか取る、付き合えない、そしてこうもいきました、相手のあーとと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 投げた、さあ自分が上になる、相手の仕掛けている技をかいくぐって潜り込んで一発と、まさに先ほどのドテッパラの一発が、はい、その表現にぴったりかと思うんですが、ああいうことをやりたかったのかもしれません、あるいはまだまだいっぱいありそうな成瀬正幸、なかなか攻めさせてくれませんから ね、 そうですよね、両手でブロックしてますけど、それからまあ試合の途中ではありますが、成瀬が勝ちますと2回戦では高坂と戦うことが、ね、決定します。これも楽しみです。あるいはハンが上がっていくのか、成瀬正幸でしょうか。ここまではどちらかというと半ペース、おーっと、なすがまま、なされるがまま、まさに成瀬が例えたあの雲の、そうですね、巣の中央に持っていきましたよ。何か作ってます、何か作ってます。5分経過です。じわじわと何か一つずつ作ってますよ。あーと首を取られました、ちょうど雲の巣の真ん中、行きますね、いやおーと後ろ取った、チャンスだ、絶好のチャンス、決まりませんねこれは、抜けましたね、はい、いや取り合いです、いかんですね、ハンのペースになってきました ね、 取り合いというのはいわゆるハンのペース、嬉しい逆十字、これはしかしロープ際いい仕掛けだったんですよね、しかしまああの過去の試合と比べるもんなんですが、93年10月とは随分内容には違いがありますね。そうですね、ただ何かの成瀬選手の反応に意表をついたようなですね、はい、一発が欲しいところですね、ノーキック、今度はスタンディングから、さあ先ほどのような、おーっと状態を振ってくる、まるでタイソンのようだ、タイソンのように張り込んでいった、ボディブロー、しかしこれは先ほどハンも十分ダウンをもらっているので警戒していました。投げますか、ハンが投げるか、いやフロントから、いや腕を決めてる、うわーっとフロントからネックロックか、腕が決まって、このままスリーパーだ、首から落ちた、危ないですね、このまままだ腕が決まっています、まだ腕が決まっている、成瀬は大丈夫か、成瀬大丈夫、まだ石があります、まだ手錠がかけられたまま、まだ捕獲されたまま、逃げました、よく逃げましたね今の、あれも危ないですよね、危ないですね、もろにあの首にきますからね、衝撃が、いやさあまたドリッパー、飛び蹴りです、膝持ってった、徹底的にボディ狙ってます、カニのアンバーを返しまして、十字ですかのようでありますが、ちょっとあまり成瀬にとって芳しくないポジションであります。あれでハンが切りに行くと大体切れるんですけどね、切れませんね、おーっとこれはまずい、あーしかしポイントずれてる、なんとかずらしました、ずらして、リバースの紙四方固め、そんな感じになりましたが、ひっくり返します、首を取ってる、いい感じですが抜けてしまいましたね、アームロッカー、チキンウィングではありません。さあどうでしょう、ここからどうやって攻めるかですね、定石から言うと首ですけどね、そうですね、8分経過です、首を取りに行くと見せかけてそのまま首取らせてくれないですね、はい、この手首を握る力がものすごい強いらしいですよね、はい、本当なかなか取らせてくれませんね、はい、ここまで入り込んでは来ています成瀬正幸、久保が救っている中心までは来ています成瀬正幸、あるいは逆に呼び込まれているのかもしれませんが、ここまでの展開はどうですか、先ほど変わりつつありますか、いやまだ変わらないです、未だ反応若干のペース、はい、相手のとにかく手のひらの中で試合をやっては絶対ダメですと、まあお釈迦様のようにね例えてましたけれども、はい、まあ、これスタンダーになったときにですね、はい、ちょっと成瀬選手一発欲しいところですね、じゃあファイト、
まあ、成瀬選手は復帰してからスタンドがいいですからね。抑えた、見事なコンビネーション、見事なコンビネーションです。スタウェイスター、いいコンビネーション見せました。次のコンタクトだけが大事ですよ、はい、ボルカンのロストポイントも5つまで来ました。さあどうするか、一旦離れます。おバックブロー、ナイスな入り方をしました。入りましたね、バックブローの焦点一発、ボルカンのこめかみを捉えました。あるいは顔面か、ロストポイントは7まで来た、7まで来ました。さああともう少しだ、大金星はもう少し、危ない危ない危ない、ハンモック状態、歯は時間稼ぎですね。なるほどなるほど、あイエローカードです、イエローカードであと許されるエスケープ、ロストポイント1個だけです。ファイナルダウンです。さあ行きます行きます行きま す, きま す, きます。何しろ成瀬はポイントを取っていきたい、ポイントを取っていけば勝ちが見えます。勝ちはすぐそこまで来ています。落ち着いていかないと、勝ちはすぐそこまで来ている。あーと決められた、逃げたいところですが、あと少しこらえる、ダメだ。あと少しだったのに、さすがとしか言いようがありませんね。成瀬正幸、今回も捕まってしまいました。ボルカン選手の勝ちでございます。半分成瀬正幸は蜂になりかけたんですが、そうです、ね、最後は蝶々になってしまいました、まあ、捕まってしまいました、まあ、一瞬の油断があったのかもしれませんね。いやー、油断というか焦りが、あとワンダウン、そうですね、エスケープ2つ取るだけでよかったんですよ、はい、まあ、いやしかし、ですよ、ね、結局はハンの手のひらの上だったのか、その辺は定かではありませんが、ここら辺がハンの奥の深いところでしょう。これでボルカハンは2回戦で高坂剛と対戦します。成瀬選手悔しそうですね、復帰してからの連勝も止まってしまいました。成瀬正幸、いやそれはそうです、あとだってあともう一歩というところで、そうですね、しかも、まあ、それで一瞬これの隙が生まれたのかわからないですけども、決められたのももうちょっとロープに届こうかという、そうですね、これは悔しいと思います。この悔しさを次のバレーにしてほしいですね、成瀬はきっとしてくれると思います。あやっと巡ってきたチャンスだったんで、絶対勝ちたかったんですけどね、この前でも嘘つきのままで嘘つくのまま、ほんとあとちょっとだったんですけどね、うってこうやって声出したからあいつも苦しい、だからこう打たれた時のこの独特の声が出たから相手が聞いてるって分かったから本当にやったんですけど、で最後こう組み合った時にあいつ必ずこっちを取ってくるから、取ってきた時に隙ができるから投げて、最後投げて一回乗ってあいつの動きを封じて、ですぐ立ってまたボディ打ちに行こうと思ったんですよ、でも一瞬のあれで、あの時に足をこう挟んできたから絶対腕だと思ったんですよ、だから腕一本もうくるって覚悟できたらこっちの防御をしてたら左の足首かな、左の足首、左激痛走ったからこいつ腕取りに来ないで足首だ、最後の最後になんて攻撃したのか、あいつの方がやっぱり1枚上手だったのかなっていう、だから片目で見てる分は結構いいとこまで行ったんじゃないかって思うけど、思われるかもしれないけど、あと一息っていう最後の壁みたいなの、だその最後の壁がとてつもなくちょっとなんか高かったんで、俺にそうやって応援の声をかけてくれる人たちの本当
すみませんでした。勝てないと本当悔しいです。でもすごいこう応援されるのを誇りに感じて、息に感じて、本当にもう勝たないあかんって思ってたんですけど、手応えあったんですかね。